このドンレオジョナさんはその後日本にもやってまいりましたけども身体能力高かったですね。いやすごかったですね。やはりピッチャーのね本当に攻撃する力といいましょうかね。であります。本当になりますと暴走してしまいます。今日ドンレオジョナさんなかなかこの人は紳士らしいファイトを展開します。後半戦ちょっと謎の援軍という感じがしましたね。そうですね。さあドンレオジョナさんに入ってまいりました。ドロップキックだ。大型ドロップキック。ドンレオジョナさんそして後援隊連続攻撃。Parting kick leaves Rocket. Now it's Jonathan who's throwing. Rocket, how about testing the canvas? と来日を果たしますけれどもね覆面世界一の取りましたからねさあどうかトップロープを利用してフライングエアリフトローを遊びさあそのダメージの膝をついて足4の字固めはこれは成功でありますショートレンジからドロップキック指が変色してまいりましたそのまま大きくそのまま後ろに放り投げますきますデストロイヤーですが大きく打っていく大きい変形の指固めに行くしかし切って取り返しますしましたそしてそのまま果敢に攻撃を仕掛けますおっと素晴らしい攻撃ジョナサンもドロップキックで返します珍しくジョナサンが規制を発しました先ほどはヘッドシダーズのスイング今度はジャイアントスイングジャイアントスイングだこれは大きいぞ1回2回3回138キロですさあこれを持ち上げたものすごい怪力ギリオンのレロイ・マクガークに勧められまして1962年にデビューしておりますダメージを与えて回転1番リング内に入りましたさあ今度はおーっとアルゼンチンバックブリーバックブリーいやハイジャックバックブリーから行きました得意のハイジャックバックブリーか18番が出た1回2回3回4回5回6回さあ倒れたところその上におーいたその上に3セットフリップ1番ジュニアを食ってやろうというかなり荒っぽく出ましたねさあモンキーフリップだ写真立ち上がりましたボーイ・ジョナサンはフェアオープン通りを引き上がった回転して足を取りに行きますさあそれを切り返しドンレオ・ジョナサンリングがゴンが鳴ったあっといきなりどうだドンレオ・ジョナサンいなくいきなり下から攻撃がありますこんなことがあったんでありましょうか実はこの後はですねベビーフェイスといたしましておなじみでありましたドンレオ・ジョナサンでありますけども日本でのデビューはこういうの体をつまり戦いながら休めるという、はいそういったようなところがこのドロップキックですこれがジョナサンの得意技さらにこれをですね本当に鍛えておりましたひたすらに待っているしかしジョナサンといたしましては there's a head scissors on Gene I mean Vern time the way he hitうん首に落ちました余震ドロップであります福岡の大会ではミスターレスリングをぐる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 とさあまた振りますまたぐる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 と振り回しますさあロープの反動をしたモンキーフリップだおっとこれは立ち上がったロープキックデストロイヤーが両外転落しましたリング外に落ちました